で、その時代はどういう人たちが政治を行っていて、意識とか宗教観とかいろんなものがどう現れてたかということを、まあ、一つのものを中心にして、そのものから歴史的、年代的、それから場所というのを縦も横も軸をきっちりと説明しているんですね。世界の全ての地域、全ての時代のファッションを網羅したオールカラーの百科事典なんですね。で、めくってみるとですね、第一章が古代ギリシャと古代ローマからスタートしまして、で全部で6章だけになっているんですね。で、最後の方の章になるとエシカルファッションだったり、日本のストリートカルチャー、あとオンラインショッピングの台頭など、今の私たちの身近なトピックスになっています。例えば平安時代の衣装のページ、平安時代といえば宮廷の女性たちが着ていた十二一重、有名ですよね。でもみんなが文字通り12枚着ていたわけではなくて、10枚の人もいれば逆にもっと多い